いつでもどこでも軽快プレゼンテーション。オフィスや教室で長く使える高コントラストなポータブルモデル PT-LW376 シリーズの誕生です。わずか 2.9kg で気軽に持ち運べる LW376 シリーズは最大4100ルーメンのクリアな映像表現が持ち味。従来比 25% アップとなる2万対1の高コントラストも実現し、明るい教室や会議室にもメリハリのある映像をお届けします。背面には2つの HDMI 入力端子と高出力 5V 2A 給電対応の USB 端子を装備。さまざまな映像機器や周辺機器との接続が可能で、黒板、カラーボード、曲面スクリーン補正機能など設置後の調整機能も充実しています。ランプは最長2万時間、フィルターは最長1万時間交換不要なのでメンテナンス性も抜群。オプションの予兆監視ソフトウェアをパソコンやタブレットにインストールして、部品交換のおおよそのメンテナンス時期を通知したり、トラブル発生の予兆を事前に検知したりすることもできます。 LW376 シリーズの特徴は何といってもそのポータブル性。 2.9kg の軽量ボディで誰でも簡単に持ち運べ、部屋から部屋への移動もスムーズ。移動後は電源ボタンを押して鮮明に映像を投射。最大4100ルーメンの明るい大画面をお楽しみください。メリハリある映像に欠かせないのはコントラスト。 LW376 シリーズは従来比 25% アップの高コントラストにより、グラフや映像がさらに見やすくなりました。明るい部屋での投射時はデイライトビューライト機能が便利です。操作は簡単で、リモコンのデイライトビューボタンを押すだけ。照明環境でも見やすいように映像を補正します。背面の接続端子には2つの HDMI 入力端子と 5V 2A 給電対応の USB 端子などを装備。HDMI を2系統と 5V 2A の USB 給電機能を搭載し、スティック PC などの接続が簡単。もう一つの HDMI 端子に別のプレイヤーをつないでおけば、 PC 以外にもすぐ切り替えができます。さらに LW376 シリーズはオプションのワイヤレスモジュールに対応。簡単操作でワイヤレスプロジェクションを実現します。ワイヤレスモジュールを装着すればスマートフォンからの投射も可能。専用アプリワイヤレスプロジェクターからネットワーク設定を行えば、スマートフォンの中のデータをスクリーン共有できます。PC ではプレゼンターライトソフトウェアに対応するなど、さまざまなワイヤレスソリューションにより自由で活発なコミュニケーションをサポートします。このほか PC レスで USB メモリー内の資料などを直接投射するメモリービューワーライトも搭載しています。プロジェクターを正面以外に設置したり、黒板、ホワイトボードなどの湾曲面に投射するとスクリーンがこのように歪んでしまいます。スクリーン補正機能を搭載した LW376 シリーズは投射面の歪みを補正し、見やすい画面を映し出します。投射角度によって生じる画面歪みも映像補正機能できれいに補正できます。旧機種に比べ垂直プラスマイナス30度、水平プラスマイナス15度から
垂直、水平、プラスマイナス35度へと補正範囲が広がりました。光源には長寿命ランプを採用し、エコモードで最長2万時間の交換サイクルを実現。ランプは天面から簡単に取り出せます。フィルターは静音モードで最長1万時間の交換サイクルを実現し、ランプ同様点つり状態でも金具を外すことなく簡単に取り出せます。同じ金具、同じレンズを使用しているので、旧機種 PT-LW375 シリーズからのリプレイスもスムーズ。パナソニックのプロジェクターはソフトウェアによる危機管理も充実。予兆監視機能がプロジェクターの状態をリアルタイムに監視することで、トラブルを未然に防ぎ、万が一異常が発生してもすぐ復旧することができます。オプションの予兆監視機能では、異常の通知、異常発生の予兆を検知、トラブル発生時の詳細情報やメンテナンスに関する情報の見える化が可能。ダウンタイムを最低限に抑え、不要な現場訪問を削減できます。背面には 10W スピーカーを内蔵し、外部スピーカーの接続なしでも大音量再生ができます。これらの豊富な機能を搭載し、さまざまなシーンでお使いいただけます。気軽に持ち運べる軽量コンパクトボディ、そこから映し出される見やすい鮮明映像、さまざまなコラボレーションを円滑にサポートする PT-LW-376 シリーズは、オフィスや教室で長く使える高コントラストなポータブルモデルです。